ルネ・フレデリック・トムは、フランスの数学者、トポロジーを専門とする、カタストルフ理論の創始者、1958年フィールズ賞受賞、三類校卒業後、高等師範学校で数学を学ぶ、1951年、アンリ・カルタンの指導の下で博士号を取得、博士号取得後、プリンストン高等研究所、グルノーブル大学、ストラスブール大学で教鞭を取る、 1958年、フィールズ賞受賞。1970年、ブラウアーメダル受賞。その後アイヘイズの教授になり、体幹までアイヘイズで研究を続けた。カタストロフィー理論の創始者として有名だが、大数的トポロジー及び微分トポロジーの第一人者でもある。コボロディズム理論を創始者の一人であり、トム空間、トムの横断性定理、特性類、特異点理論。 破綻構造論、力学系、ホモロジー、ホモトピーの研究の基礎を築き上げた。後年は、生物学や哲学に興味を移し数学の研究から、離れていった。トポロジーは死んだという過激な発言や、同僚のアレクサンドル・グロタンディークとの不仲でも知られる。コダールによって、自身をこき買った映画を撮影された経験を持つ。カタストロフィー理論はその成果の一つである。 ありがとうございます。